こんばんは。こんばんは。シンガーソングライターの稲見新です。毎日8時から YouTube チャンネルね、楽しみにしてくださってる皆様、ありがとうございます。ちなみに今は、10月29日金曜日、まあ、つまり今日ですね、どういうことかというと、今日ね、YouTube の準備をしてたんですけど、アップロードするの忘れてしまったというのに、今気づきました。そして8時まであと30分というね、とこまで来てます。今7時半です。ということで今日はね、リアルタイムで、歌ってね、もうそのまま届けたいと思います。それでは、聴いてください。いや、マジでね、やらかしました。毎日アップしてると、なんかこういうこともあるかなとは思ってたけど、本当にこんな日がやってくるとは。しっかり今日の分はね、作ってたんですよ。作ってたんだけど、完全にこの YouTube にアップロードするボタンを押すのを忘れてました。ということで今日はね、特別編ではありますが、もうこの今のこの瞬間の歌を聴いてください。寒い夜にはこの曲を、ホットココア。そぶりを前に、あの頃の僕、まるでなすべもなく、今じゃちょっと思い返すだけで笑ってきちゃうほど、すぐに赤くなってやけどしてたね。まるで昔話だね。初めて会った頃の僕ら、より満ちした過去を覚えてる。ありきたりな二人の物語、ほっとこかな。でもなんで語り明かそうよ。一晩中消えないかがり火を胸の奥に灯していよう。夢でふっと終わるように、愛がずっと覚めないように。YouTube8 時からね、こうやって忘れちゃう日もあるんだけど、もうね、どこからでも投稿しますからさあ、ではね、寒い中ね、聞きに来てくれてるみんなもありがとう。そしてね、YouTube 楽しみにしてくださってる皆さん、これからも毎日ね、夜8時お楽しみに。稲見新でした。また明日。